こんにちは、ファーレイヤーの藤田玲です。はい、そうですね、出演が決まった時は、まずですね、初演があるじゃないですか。で、初演の中には結構仲のいい、共演者の方が何人かいらっしゃるので、そこから、楽しさだったり、そして厳しさだったり、いろんなことを聞かせていただいたんで、すごくこうそういう意味ではワクワクしましたね。はい、で石丸さんだったり、まあ、もう本当名優の方々がいらっしゃり、その演技を、ね、近くで見て勉強できるっていうのはすごい、嬉しいなと思いましたね。はい、ファーレイを演じる上で、まあ、心がけていきたいことはもちろん時代背景もそうですし、貴族としての立ち振る舞いだったり、ね、衣装もこういうふうに本当に素敵なものばかり で音楽も、壮大な名曲ばかりなので、その中に自然に生きれるように、その貴族感だったり、その時の、男の人たちは何を考えてどういうふうに、まあ、生きてきたのかっていうのを、まあ、ベースにでも、ピンパーネグの団のね、皆さんもいろんなキャラクターがいると思うんですけど、それがこうみんなおのおの立って、見えるように、まあ、自分のファーレイ像もちゃんと立てて、作れればいいなと思っております。はい、はい、スカーレットピンパネル、初演からついで再演ということで、キャストも入れ替わって、絶対に初演を見た方も、新しいピンパネル団を、見せられると思いますので、どうぞそれを楽しみに、見に来てください。そして一人一人、絶対に、その個々がね、強い面白いピンパネル団になっているように、僕も稽古に入りますので、どうぞ見逃さないでください。はい、ぜひ皆様劇場までお越しください。